2月8日月曜日です。大船渡の日本酒、名取の絶品ジェラート、絶品ジェラート、うん、美味しそうです。はい、よし、来週頑張るぞ。夏ね、ここでね、ごめんなさい、来週って言った。来週頑張るぞ。頑張ろう。今朝は三井住友アセットマネジメント宗山正樹さんにお話を伺いました。今週は通勤リクエストプレゼンツカタログギフトダーツリターンズ開催中です。もうそこで勘って、私は今日が心配になってきましたよ、中西さん。ラジオネーム青いのポパさんにはシンクロノスステッカーと、あ、失礼しました、黒ステピンクと青で、ね、新しいのはセットでプレゼントします。大丈夫ですか？大丈夫かな、これ。時刻は7時40分を回りました。ここからはノエビアソングオブライフ、ここからはノエビアソングオブライフ、そして今日オンエアする名曲はシングという2000年リリースのサードアルバムインビジブルバンドに収録された一曲です。失礼しました、インビジブルハンドに収録された一曲です。あ、失礼しました、インビジブルバンドに収録された一曲です。東京 FM をキーステーションにお送りするトレンドアイズなんですが、今朝はですね、私中西哲夫 V エア FM サインのスタジオからお送りしております。さあ、それではメッセージご紹介しましょう。こちらはですね、マリリンさん、福岡の方なんですが、ラジコプレミアムから拝聴させておりますと。ありがとうございます。ありがとうございます。私がリクエストさせていただいた、まあ、花粉症だからしょうがないですよ。鼻がムズムズするんですよ。私がリクエストさせていただいた曲は辻彩乃さんの風になるです。本当の調子悪いな。この曲を毎朝聴いて、先日卒業しました、学校に行く際通学曲として聴いていました。朝からホッとさせてくれる辻さんの歌声に癒されていました。4月からは再び辻さんに癒されながら、新社会人として通勤に聴きたい曲です、ということで、新しくじゃあ社会人になるわけですね。仕事頑張ってください。マリリンさん、番組ステッカークロステをプレゼントします。辻さんが言いにくかったですね。鼻が詰まってるから、辻さんって、そう迷ったけど、みんな笑ってたから、鼻が詰まってるから辻さんって言いにくいんだよ。そうですね。AT ポイントラブ東京 FM、 Make it a great day。 失礼しました。時刻は8時20分を回りました。おはようございます、中西哲夫です。おはようございます、高橋真理恵です。ここからは通勤リクエスト、すいません、ガナース。お送りしたのはグエンステファニー、Make me like you でした。失礼しました。 AKB40 で、え、どうしたんですか。すいません、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 一人で盛り上がられてもね。お送りするのは安室奈美恵、ブライターデイ。お送りしたのは安室奈美恵、バースデイでした。失礼しました、安室奈美恵、ブライターデイでした。お送りしたのはスピッツの新曲です、港でした。お送りしている今朝のラストナンバー、テイラー・スウィフト、チェンジ。さあ、お送りするのはチャンピオンズリーグオープニングセレモニーでライブを行ったアリシア・キーズの新曲、インコモン。コスモアースコンセプトアクト、未来への宝物、番組のフェイスブックページも毎日更新しています。ぜひチェックしてみてください。キース・エマーソンはロックにシンセサイザーを初めて持ち込んだとしても名高く、来月日本でもライブを控えていました。時刻は6時53分です。この後7時からは、深刻化する三菱自動車燃費データ改ざんについて、そして7時後半は通勤リクエストにお答えします。通勤リクエストぜひ送ってください。今日も気をつけていってらっしゃい。 Yeah.